この前やった、うん、あのミスの原因、うん、そこじゃないよっていうのがあったらまた他のも教えてほしいなと思って、ね、起き上がりとか、うん、手元が浮くとか あとグリップスライドとか、うんうん、その辺もみんなそれ直すのにどうすんの、そこを直そうとするのか、起き上がらないようにこう前傾するとそれ大変でしょ、うん、だからどうせ浮いちゃうんだよね、絶対平井はそこは言わない、気づいたら起き上がんないようになってた人になってもらう平井博明のワンナップゴルフ、違うとこに原因あるの、違うとこ違うとこ違うとこ、起き上がる原因をそもそも知らないとそれには気づけない、そうだね、うん、なんで起き上がるかでしょう、なんでグリップスライドするかでしょう、うんうんうん、まあそっか、そうだよね、なんで手元浮くかだよね、そうだね、そう、この前だってあれライモン行った時にやっぱりあれだったもんね、アマチュアは手元浮くのが気になるでしょ、あ言ってたね、ひろゆきもね、うん、そういうデータがやっぱ多いっつってたもんね、そう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 、登壇をしながらっていう、うんうん、まあこれスイング以外のことをまず1個言っていい、うん、シャフトが硬いから、あそうなの、そう、柔らかくしたら多少ここで、うん、ダウンスイングで、うん、こうやってここにこうやってしなんなかったら、うん、全部これ出るから、要は自分でしならしてるから、あそうなんだ、そうで、これも勘違いしてもらいたくないんだけど、手元緩くしてシャフトをしならせてると思ってる人がいるんだけど、うん、手元硬くした方がこうやってしなるでしょ、あー止めてた方が、ね、止めてた方がこうやって今超強く握ってんだけど、うんうん、でこれ緩くするよ、自分しなってるからこうやって、あシャフトしなってないから、そっか、そのなんか何、動きをそうこうやって自分しなってるだけだから、そうか、動きを腕が吸収しちゃうんで緩いと、そう X 使ってる人ねしなんないから、しなったつもりでいるからこうやって、あ腕をしならせてるだけ、そうしなるのはシャフトだから、こうやって自分じゃないからそもそもね、自分じゃこんにゃくみたいに使ってもダメなの、そう自分己こんにゃくだ方がダメだからそうシャフトがこんにゃくだったらめっちゃ痛まってんのよ、あだってこれさこんだけしなるじゃない、これさ普通にさ普通に素振りしないでさ全然痛まってるでしょ、そうもう要は楽なんだよね、しなった方が頑張んなくていいのね、自分が、そうでここでしなりを感じないから、さっきのじゃあ1個出そう、グリップスライドこうやって、こうやって手元を動くしたら、動かしたらシャフトがしなると思ってるから、だから打ち急ぐわけよ、しなんないから、ここでもうホースぐらいベローンってきたら急げないはずなのよ、ヘッドが来るからこうやって、そうだね、そうそれを平井はヘッドをこうやって出してくれって言ってるでしょ、急がないよ、手元が出ないよ、そうだから1個だけでいい、ヘッドを先にボールに向かわせたらその3つの動きはなくなるから、でそのヘッドが出せないんだったらヘッドが出せないクラブを使ってるから、シャフトのしなりを感じない、それはもうねめっちゃくちゃある、だけどそれにじゃあ1個1個分けようか、じゃあグリップがこっちにスライドしないように何かをします、で手が浮かないように何かをします、体が浮かないように何かをします、原因1個なんだけど1個1個切り取ったら3つやんなきゃいけない、そうだね、でしょね、それはねめちゃくちゃある、それぞれの直し方をやっちゃう、そ う, そ う, そ う, そうやってることは1個なのよ、だからそれぞれの YouTube を、うん、見る3つ見なきゃいけない、だから時間も3倍かかるでしょ、かかる、でそれぞれ違うこと言われてたらもうまあもうやばい、だって世の中の動画はそれ直そうとするでしょ、そうだよ、そこをねピンポイントで、それ3つやんでしょ同時に、そうやばいね、やばいよやばいよ、同時になんかできるわけない、だって全部同じこと起こってんだから、あそっか、しかもそれにあれでやりたい理論3つも4つも動画見んの、そう腕はこう、そう腰はこう、そうどうすればいいの、いっぱい覚えることまず暗記しないといけない、そうだ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 よね、うん、動きを全部覚えなきゃいけない、そう、うん、直す動きミスの原因も覚えない、そう覚えなきゃいけない、やばい、だから1個やれば済むこと6倍かかるから3つあったらやばいよね、だって手元が浮く時もグリップが左に動く時も体が起きる時も同じタイミングなんだよ、ってことは1個に決まってるじゃん、ね、そうだね、そう掛け算してるから、やばいでしょ、やばいんだよ、そうやって言わないから、みんなそうか、それだけ1個だよって言わないから、あそうか、それを直す動画を出すから、みんなそう1個ずつ、そうやばいんだよ、同じタイミングで起こってるから、やることは1個なんですよ、もしくはクラブのシャフトの硬さを変えてみてくださいみたいなことを言う動画がないから、そうだ、ね、動きを言うからね、そうこことここならわかるよ、うん、場所が違うから、うんうん、ああなるほど、うん、同じ瞬間に起こってることを3つやれるわけがないんですそう1個でいい、むしろ1個治ったら全部治るから、だからやること1個でいい、うん、同じ瞬間に起こってんだから、じゃあ前回言ったさ、うん、ダフリとか、うん、シャンクとかも一緒、うん、一緒1個だけ、うん、ヘッドを出せ
って言ってるでしょ、こうやって落とさないでヘッドを出す、それだけで全部治る。要はそうすればヘッドが走るから、うん、ダフリもないしシャンクもないし戻ってくるしスライスもなくなるわけ。結局のところなんで一個の動きかっていうと、じゃあ正常に降りてきました、正常に降りてきて体が浮いて手元が正常だったら降りれないんだよねそうだから連動しなきゃいけなくなっちゃう。あ、そりゃそうだ。そうでしょ、そりゃそうだわ。あ、だから一個でそりゃそうだ、そうだよね、うん、なんか浮いたら、そうか、体浮いたら手元も浮くじゃん。そうそしたらこうやってなったらこうやってボールに向かえないからグリップをこうやって逃がすでしょ。そうだから全部同じことなの。だから一個の動きが出たら全部他が正常ってことはありえないってこと。ああ、そっか、一個出ちゃうと全部ダメになっちゃう。そうだから前ちょっとふざけた動画でさ、この時はこれですよ、この時はこれですよって全部登録がデジャブだったよって言ったでしょ言った。それよ、まさに。あれ見た方がいいね。あれ見た方がいい。全部一緒なの。あれ決してふざけてるんじゃなくて、全部に言ってる方がふざけてるから。転職したの？一個でいいのよ、直す動きっていうのは。で、だからもうそう、それさっきも言ったけど、一個治ったら、その三つが治る可能性の方が高いから。はいはい。うん。そう、だから、やべえよ、全部やってるよ、全部直さなきゃって思わなくていい。あ、一個治ったの？そう、もっと簡単です、ゴルフは。難しくしてるだけ、動きも。自分からね。難しい動きは、平井はやらないし。そう、だから、ゴルフのスイングを作り上げる中で、難しいと思ったことはないから。難しいことをそもそもやってないから、ね、だから自分の感覚を変えなきゃいけないっていうのはすごい難しいんだけど、ただ前も言ったかもしれないけど、基本があってそれに近いところを自分の頭の考えとして回ってたらすごく簡単なの。基本って基本から言ってんだから。でも基本が覚えないでどっかから言ってる人って、要は自分の動きの反対をやるから、こっからここが遠いから難しいって感じてるだけで、そうだからそれがね結構ある。レッスンやってても、うん、難しいとか、それはどうの、いや俺言ってることは決して難しくないと思うんでね。複雑なことは言ってないし、複雑な動きも教えてないんでね。ただ今のそのお客様の動きからは遠いよって、基本だからね、ってことは基本から遠いことをやってるっていう、だから難しい。余計なことやってるってこと。そう、何もしないで上げて下ろしてるだけだったら、うん、そんな難しくない、遠くはない。それがすごくある。でもそれはあれだね、やっぱり YouTube がいけない。うん、俺もあんま良くないと思う、本当にね。なんか一個ずつ見るもんね、原因を。うん。プロがやってることはプロだから、やってることであって、うん、自分のレベルに合ったことをやらなきゃいけない。でも認めてくれない方も多いからね、自分の今のレベルを。それはそうだね、多分。そう、だから、ミスショットとナイスショットしかないってこと、まず、ゴルフには。うん。そう。で、そのナイスショットが何パーセントの確率で出るかってことなんでね。うん。もちろん細かく分けたら、まあ90点、80点とかもあるけども、でも100じゃないってことは、じゃあミスショットって判断させてもらえれば、100が何発出るかなんでね。でもプロになったら、結局、80を何発打てるか、70を何発打てるかっていう、底辺を上げていかなきゃいけない、底上げしていかなきゃいけないから、極力ゼロを減らさなきゃいけないから、そういう考え方もプロとアマでも変わるし。だから、プロと同じことやってても、もちろん成長しないというか上達しない方がいるのは間違いないわけよ。それはそれで、むしろ正解なんだよ。難しいんだから。だからあんまり難しいことはやらない方がいいですよ。やらなくても上達はできるから。それはね、すごい。そう、だからミスの原因っていうのは一つしか直さなくていいです。同じとこで起こってるんであれば。でも、あれか。具体的に言った方がいいのかな。まあでも本当シャフトのしなりがあるだけで全然変わるけどね。ダウンスイングの。あ、そう。うん、全然違う。それすごい斬新な答えだね。他のなんかさ、動画見て、体が浮くとかさ、あ、違う。起き上がるとかさ、手が、人は、こうして、みたいな動画見て、いや、シャフトを柔らかくしましょう、以上です、みたいな動画ないよね。ないかもね。言っていい？手元が浮くから、完璧なスイングをドリルでもう何ヶ月何年かけて直しました、うん、って言って、超オーバースペックのアイアン打たしたら浮くから。それが全てが台無しなんだ。そうだよ。ここで知らなかったら浮くんだから。それはもうじゃあ、ヒレ君でも余裕で浮く。全然浮く。例えば重くて硬いのとか、自分がそう感じるクラブで打ったら浮くから。起きるし、手浮くし、右膝出るから。そうなんだ。そうよ。じゃあシャフト変えるだけでいいんだ、それ。全然、しなりを自分で感じるシャフトにした時点でスイングが急がなくなるから浮かなくなる。ターフが取れるようになる。アイアンがブシューってうなる。いや、レッスン来なくていいね。それは、しなりです。じゃあちゃんと合ってるクラブ。
自分じゃないよ。シャフトだよ。自分じゃないよ。それはね、シャフトのそのシナリオ、自分の腕が吸収しちゃってるだけだ。そう、吸収しちゃってるだけ。意味ない。そう、だからダブル X だろうが、うん、もうなんだろうが、全部柔らかく感じちゃうの、自分がしなってたら。そう、でも自分がしなってたらインパクトに強く当たんないし、当たり負けするし、飛ばせない。飛距離を出せない。だから、その仕事は全部シャフトです。それはね、本当にある。今日もお客様のクラブ打って、めっちゃくちゃ硬かったの。もう、ほんと、しなってる感ゼロよ。で、バランス D3。重いんだ。もう、平井はありえない。だから、すげえパワーなんだろうな、って思ってたけど、やっぱり飛ばないよね。もっと飛ばすことはできるはず。はずはずっていうか、飛ばせたんだけど、だから、合うスペックっていうか、自分に合ったスペックを使わないと、やっぱ、難しくなっちゃうんだよね。本当に、ゴルフが。いや、なんかそれ、あれだな。すごくすごいな。すごいっつうか、違うところの結論が。シャフトですっていう。シャフトですよ。柔らかくしてくださいっていう。あとは単純に本当にこうクラブを低く使わないことだね。もう上に上げてんだから下に行くのに、なんだろう、下に下に体の後ろに後ろにとかこう使うからね。そうしたら寝るんだよね。で寝たらやっぱりスライスとかチーピンが止まんなくなる場合が多いし、それはね分かった方がいい。絶対ヘッドをとにかく動かして、自分の体の中心でこうクラブがこうやってうまくターンして、で結局上半身もこうやってうまく回転して同調してくると、うん、ナイスボールが打ちやすいというか、バランスの取れたいいスイングができるから安定感が出てくるっていうだけのことなんだよね。だからその動きをやった上で、そのゴルフのボールを飛ばしたっていう感覚、ちゃんとまっすぐ飛ばせる感覚を得てから、いろいろ自分のやりたいことをやるのが、まあ、手順であって、先に何でもかんでもやりたいことをやると結局戻れなくなるからね。だから調子悪いのを引きずるわけよ、ずっと、はい、一旦こうリセットできなくなるから、そこが注意点なんで、ぜひそこは気をつけて練習していただきたいと思います。で今回はですね、直すところはなくシャフトですっていう動画を撮ってきました。まあいろいろあの直し方もあるんですけども、過去の動画なんか見ていただいたりとかですね、参考になる動画出してますので、そちらを見ていただければと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。